ていい？カメラチェック大丈夫？こっち見るとこっちになるんですね。そう。はい、お願いします。オッケー。いいよ。始まるよ。お今日は辛いよ。今日は石塚くんと一緒。イエーイ。お願いします。はい。では近況報告。石塚くんは何かあった？あの八重洲のハロウィンイベントにまたお店を出店させてもらって。行ってたんだよね、青木さんち。ハロウィン行ってました？あ、行ってないんだ。忘れてた俺。やだ。あら、まきちゃんは行ったみたいだけど。ほんとに、うん、どうしちゃったの？すごい人数が少なかった気がするんですよね。行ってるのかと思った。行って、うん、行ってなかった俺。祭り男、行事男が行ってなかったサバ祭りの次の日でしたからね。あー、うん、サバ祭りは行ったんじゃんね。そう行った、うん、僕も見ましたそれ、うん、で、出店したの？あ、出店しました。へー、なんで？いつもはボディペイントとかやるんですけど、うん、今年はちょっと趣向を変えて飲食を。飲食だってこう、うん、飲み物。そう、美容師がなんか他のことやったら面白いかなっていうのを、うん、ちょっと思って。あれですね、レインボードリンクとか、あとチーズドッグ、チーズドッグ、ね、レインボーチーズドッグですね。みんな変装して。そうですね、みんな仮装してこう。あ、みんな一応アリス。うちグリム、グリムヘアっていうんで。そう、グリムヘアって美容師さんね、うん、なぞってるので、うん、今回は一人ミニオンいますけど、うん、はい、これは飛び入り。この方はこれは友達ですね、うん、だよね、はい、うん、そうですね、手伝ってもらって、うん、へえ。じゃあハロウィンを楽しんだってことだね。そうですね。へえ、うん、もうちょっと夜までやってくれた方がいいなと思いましたね。あ、早いんだ終わりが。終わり4時とかだったんで。あ、早いね。夜の方欲しいなって思って、うん、え、古田さんも来なかったの？ないよ。あ、そうなんだ比較的ほら、うん、古田さんもいつもいるからさ、うん、ねえ、うん、へー、これはじゃあ飲み物は何？グリムヘアの人たちで作って。作って、そうですね、いろいろ試行錯誤して。こういう何、入れ物売ってるの？うん、これ売ってますね。へー、すごいね。今年流行ってますよね、袋のドリンク。なんか点滴とかさ、そうね、うん、そういうのを、そう、あのお祭り、うん、花火の時にね、そう、ありましたよね、下げてる人いたよね、うん、そう、七夕祭りでそれやったんですよ。うん、結構流行りもの、うん、そう、早いね。そう、美容師なんでも流行りものから食いついた方がいいかなと思ってそう、なるほど ね、 ね、へえ。私の近況報告は、うん、応援してるドラッグレースに出るね、ロッドモータースさん、ロッドモータースのりょうくんがなんと4日のセントラルのレースで見事優勝しました。わー、もう本当めっちゃ嬉しくてね、うん、今日も T シャツ着てきましたけどね。そう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 、あの T シャツも買えるんで、うん、欲しい方はぜひ。ステッカー貼ってありますよね、車にバレました、はい、そうなんです、もうね、そう、ロッドモータース大好きなんでね、うん、もう応援してるんですけどね、本当に今年最後のレース優勝できてね、うん、本当に良かったなと思って。すごい、うん、ね、もうほんとこんなに嬉しいことなかったですけどね。りょうくんおめでとう、優勝おめでとうイエーイ。もう私の近況報告で一番はこれですかねはい、はい、ではお決まりの今日のトラ語録。今日はね、俺には難しいことはよくわかんねえけど、あんた幸せになってくれりゃいいと思ってるよってこれがトラさんのね、今日のお言葉です。トラさんのこのトラ語録で、幸せになってくれりゃいいと思ってるよって、これはね、まあ私が石塚くんの仕事と私生活、はい、両面でね、幸せになってもらいたいなっていう思いで、うん、今日このねトラ語録を選んだんだけども、はい、まあなんとなく私生活は大噂にはちょっとと聞いたんだけど、まあ、そこは深く掘り下げません。そうですね。そう。くせといてください。そうですね。うん、で、先ほどね、ちょっと出たんだけどね、美容室、美容院のオーナーさんで美容院やってて、うんうん、グリムヘアって可愛いでしょ？うん。うん、そう。メルヘン。メルヘンです。メル
そう。メルヘンなおに僕がいます。あのね、私がウサギ飼ってて、そのウサギをね、あの爪切りとかグルーミングに行くチラウサギさんってね、お店があるんだけど、そこの隣の隣だよね。隣の隣ですね。2軒隣で、そうなのでウサギをね、あのチラウサギさんに連れてくたんびに、もう前からね気になってた美容室だったんですよ。そうで、前からどんなとこかな、行ってみたいなとはずっと思ってたんだけど、うんうん、なかなかこう美容院を変えるってね、そう慣れたところから変えるっていうのが、うんうん、なんとなくこう勇気がいって、うんうん、ずっと私は二十何年友達の美容院へずっと通ってたもんだから、ちょっと変えるのに勇気があったんだけど、そこのチュラウサギさんのオーナーさんのね奥さんがものすごい素敵な髪色をしてたもんだから、そう、ああ、そうか、そうそうそう、それからですよね、そう、うん、いい色だねって言って、どこでやったのって言ったら、うん、グリムヘアさんだよってことで、2軒先のね、うん、隣の隣の美容室っていうことで、その爪切りの帰りにウサギを持ったままお店行ってね、うん、ああそうですね、そうそうそう、全然 OK です。あのね、石塚くんも飼ってるんだよ。そう、うちもウサギ飼ってるんで、そう、はい、ね、だからカットしてもらったりしてる時に、うん、ウサギの話で盛り上がったりとかですよね。そうそうそう、でウサギを連れたまんま予約を入れに行って、そっからね、うん、あの髪の毛ねやってもらってるんですけどもね、うん、だいたい私はすごい美容室大好きなんで、1ヶ月に1回のペースでね、うんうん、そう行ってるんで、もし2ヶ月3ヶ月来ないなと思ったら、うん、何か気に入らなかったんだなと思って。そうなんですよね。カットにしろ、うん、色にしろ、何かが気に入らなかったんだなって。行ってない、外にしてから行ってない。怖いですね。ってさせていただければ。っていうのは冗談だけどね、やっぱほらお付き合いがあってね、うん、あのやられてる方のところにもね、うん、ちょっと足を運ばなきゃいけないかなっていう時にはね、ちょっと別のところも行かせてもらうんですけどもね、うんはい、でもやっぱりこう戻ってくる、うんうんうん、っていう形でね、はい、お世話になってるんですけどもね、ここでなんでそのお店の方でも幸せになってもらいたいかなって思ったのが、実はここのねグリムヘアさん、中もねすごい可愛いんですよ。今日ねちょっとお写真がないんで残念なんだけど、すいません、あのスタッフさんが手書きでね大きな黒板にチョークで絵を描いて、それがその時のテーマごとでね、今何の絵だったっけ、今ね、もうクリスマスにしちゃいました、ちょっと早いですけど、すっごい上手なの、プロ、プロが描いたみたいにね、スタッフの女の子がね描いてくれてるんだけど、なんでそれを撮ってこなかったかな、それはねインスタグラムで見れるんで、お店のインスタグラムでグリムヘアで検索すれば、うん、もう出ますね、うん、そう、はい、もうすごい上手に描いてんの、うん、結構びっくりしますよね、びっくりする、うん、僕もびっくりします、ね、そう、もう そっちの道でも食べていけるんじゃないかっていうぐらいね、そう、すっごい上手でね、はい、あれ何チョークアートっていうの、チョークアートですよね、うん、うん、そうだよね、全部チョークで描いてるから、はい、で、うん、お店がね中がすごい内装もね、あの、うん、かわいいしセンスがいい、おしゃれね。本当ですか？そう、あの、うん、私が行ってきた美容院の中で一番こうなんていう中の内装が素敵、うん、で娘もね一緒に行ってるんだけど、もう娘もすごい美容室行くの楽しみにしてってくれるぐらいね、うんうん、内装がすごい可愛くって、うん、素敵だなと思ってね、そうで、どこのね工務店さんでねやったのかなと思って気になってね聞いたら、とんでもないお返事が来て、ね、どこの工務店でやったんだっけって、名前言わなくていいけどね、そうですね、いろんなねちょっとトラブルがあってね、トラブルがあって、そうで、その内装が誰が結局最終的に手がけたかって言ったら、誰、僕ですね。自僕と、そうですね、友達と、うん、いろんな人に手伝ってもらってやりましたね。そう、うん、それ聞いてびっくりしちゃって、うん、本当にでもね、うん、あの素人の方が作ったような作りじゃないぐらいね、すごいセンスよくて、うん、ね、素敵だった、だからねびっくりした、うん、あの自分たちで作り上げたってね、うんうん、あの業者さんが逃げちゃった。そう、勉強不足だったんで、お金初めに渡したら逃げちゃうっていう、そう、まるで詐欺だよね。そうで逃げられちゃったんで、はい、自分で内装やりましたなんて言うから、
でもいい勉強ですよね、うん、ああいうのもいろいろ。そうだね、いろんな意味で、うん、美容師しかやってなかったんで、うんうんうん、でもこう人にお任せして、うん、作り上げたお店よりかはすごい愛着もね、うん、あそうですね、うん、ありますね、あるだろうしね、うん、本当に、うん、大切にね、うん、できるお店になると思うし、そう、ね、そう1階に見てもらいたい、本当に中がね素敵、外も可愛いんだけど、うん、あそうそうそう、まきちゃんありがとう。去年ですね、去年の。あ、これ去年なんですか。それ去年なんですよ、うん、うん、どこだ、映ってる、映ってる、そう、ね、見れないな。今年ね、またちょっと違うやつを、そう、こんな感じでね、毎月ね絵がね変わってるの、うん、素敵だよね。面白いですよね。そう、だから毎月この絵を見に行くのもすごい楽しみ、うん、今回はどんな絵かなっていう形で、うん、ぜひぜひ、うん、そこを ね, ねまた見に行くだけでもすごいし、うんうん、であとは私の勝手な評価なんだけど、うん、あの、うん、お飲み物出してくれるんだよね、うんうんうん、その飲み物のふなんていう種類がものすごいたくさんあるのね。あれなんであんないっぱいになっちゃったんですかね。ね、自分に聞きたいんですけど。そう、普通今まで行ってた美容室ってやっぱ3種類ぐらいとか、多くてもまあ4種類ぐらいだけど、本当にねカフェのメニューみたいにも見開きでどれにしますかって感じでいっぱいメニューがね、そうですね、うん、たくさんあって、何でもできそうだね。そう、うん、そうですね。でね、お菓子もね、結構ね、種類ね。お菓子多いって言われますよね。お菓子多い、すごい多いの。本当に、うん。いや、飲み物いただいて、うん、はい、お菓子食べたら、ちょっとの間もう満腹かなっていうぐらいね、うん、お菓子てんこ盛りを、はい、出してくるし、もうサービスがね、満点なんだよね。うん。で、私はよくね、フルーツティー、うん、フルーツのね、紅茶いただくんだけど、すね、うん、すごい美味しいの。ねえ、うん、紅茶だけでも種類あるよね。ありますね、4、5種類ありますよね。そう、紅茶だけでも、うんうん、今行くと何が飲めるんですか。今行くとでもみんなホットになりましたもんね。ピーチティーとか多いですね。そうだね、ピーチ、うん、アップル、そう、私はいつもピーチティーかマスカットティーか、うん、そうですね、うん、夏場三座市とか、そう、三座市あれ高いんだよね、うん、あれ高いです。三座市って知ってます。なんだっけ、体にすごいいいんだよね、うん、そう、体によくて、あとアンチエイジングもあるんだよね。そう、アンチエイジングもあって、そうだからね、結構ね、瓶で買うと何千円って高いんだよ、うん、それをね出してくれるの、惜しげなく。すごい、うん、そう、アルツハイマーも治るみたいな。そう、結構ねいいんだよね。本当かどうか分かんないです。そう、で私はいつもメニュー見て、うん、だいたい紅茶を頼んじゃうんだけど、その三座市があるのが気がつかなくって、うん、ピーチティーを頼んでから、うん、あれ今三座市だったよね、あれ見えたのと思って惜しいことしたなと思ってね。ね、そうですね、そういうところのサービスがね、うん、すごい豊富なのね、うん、他の美容室では味わえない、うん、そうサービスがねたくさんあるんで、うん、1回はちょっとね、うん、お試しでね行ってみるのもねいいかなって思います。うん、で美容室と言いながら、実はさっき古田さんがね、うんうん、何でもできちゃいそうだねって言ったんだけど、アクセサリーも売ってて、あ、うん、売ってます。こう、これね、これはピアスなんだけど、うん、言えば、うん、イヤリングにね、うん、作り替えてくれて、うん、イヤリングで欲しいよって言えばね、イヤリングで売ってるんだけどね、はい、うん、私もね、3つぐらい買わせてもらったんだけど、うん、最初イヤリングで買ったんだけど、もともとピアス開いてたんだけど、うんうん、金属アレルギーでかぶれちゃうからやめてイヤリングにしてて、うんうん、でももう一回ちょっとピアスの方が今種類が多いもんだからね、確かに、そう、もう一回穴を開け直して、うん、で持ってったんだよ ね、 ね、ピアスに作り直してくださいっ て、うんうん、で作り直してもらってはめてたんだけど、やっぱり金属アレルギーが良くなくなってなくて、でまたかぶれちゃったから、うんうん、またイヤリングに戻そうとは思ってるんだけどね、はい、そう、うんうん、スタッフさんがね、うん、ハンドメイド手作りで、そうですね、そう、ね、何ちゃんだっけ、ね、うん、綾野と星見がやってくれますね、うんうん、それでいくらなんですか。これ今500円とか1000円から500円とかなんで、うん、そうそうそう、うん、ね、かわいいよね、うん、手作りでね、こういう感じがいいんだけどって言うと、うん、その感じで、うん、
あのリクエストをすると作ってくれるのね。ねえ、でスタッフのね、うん、女の子あと2人いるんだけど、うん、すごいその子たちもね、うん、お話ししやすくて感じがよくって、うんうん、なんかマイナス点になるところはないかな、うん、結構私美容室評価厳しいんだけど、本当ですか？そう、そう、うん、でもお気に入りの美容室で、うんうん、いい感じかな、うんうん、ね、はい、そうで今、うん、スタッフさんが女の子2人2人ですね、うん、で石塚くんと3人、はい、3人ですね、うん、でスタッフさん、うん、足りてる？そうそう、足りてない、足りてないんだって、足りてない、うん、欲しいですね、うちのデブ屋ありますけど、あ、いいね、あ、ちょっと、あ、違う、できれば若くてイケメンが、あ、どっちも当てはまりませんね、当てはまりますかね、残念、残念、うん、あのスタッフ募集さんのことをもうちょっとじゃあ、うん、そうですね、ここでせっかくだから、うん、そうですね、うん、いきなり言われるとびっくりして何も言えないかもですけどでも和気あいあいとやってるそうだね、すごいあの、うん、入った感じが気がいいっていうの、うん、あ、本当ですか、うん、でスタッフさん同士もすごいこう仲良くね、うん、やってるんだよね、はい、うん、そうだから一瞬誰がオーナーなのかなっていうぐらい、うん、すぐ怒られるんで僕もね、そうですね、うん、そう、うちあと普通の美容院と違ってあの練習を夜にやるとかあんましないので、あの営業中に全てやってしまう形なんで、ね、よく美容室さんってほら、うん、美容室の営業時間は終わってるけど、うん、10時11時までねすごい明かりついててね、うんうん、はい、やってるところがね、うん、いっぱいあるけど、それで結局ねみんな大変だからってやめちゃう人もね、うん、そうそう、いるだろうしね、うんね、うん、それがないってことなんだよ ね、 すごいよね、うん、定時で終わる、定時で終わりますスパンといいじゃん、定時で終わるね、そうですね、私も介護職やってた時はね定時の女だったんだよ、うん、あ、本当ですか、そう、自分の仕事にやり残しがない限り、うん、必ず定時で帰ってたのね、うん、だからちょっと利用者さんと5分、うんうん、10分お話ししてフロアにいると、うんうん、周りのスタッフがね、もう時間だよ、うん、時間だよ逆にも教えてくれるんで、それだけなんか浸透しちゃったのね、定時の女って。である施設では、うん、はい、定時の仕事が終わってから研修があったのね、うん、じゃあ認知症のお年寄りに対するこう接し方のね、うん、勉強とかっていう勉強会を定期的にやってたんだけど、それを受けてさあ終わって帰ろうとしたら、はい、事務局長さんが、うん、萩原さんごめんね、今日時間遅くなっちゃって、うん、事務所にまで伝わってんだ定時の女がって感じでね、そうですね、そこまで浸透しちゃうのすごいですね、ねえ、本当、なので私はね、うん、残業なしでほとんど帰ってたんですけどね、うんうんうん、美容室でねなかなか定時で終われるってないもん ね、 ね、あとご飯食べれないとかあるんですけど、うんうんうん、ご飯ちゃんと食べますうんうん、うん、ご飯もちゃんと食べれて、うん、残業なくて定時で帰れて、はい、定休日っていうのは定休日月曜日と、うん、あとはそうですね2日と第3日曜日、うん、あ、日曜日はバラバラなのかな、みんな好きな時にとっていいみたいな交代で、うん、そうなんだ、いう形で今やってるんで、うんうん、じゃあ別に、うん、石塚くんがこう厳しいシフトを組むとかじゃないわ、あ、全然全然もうみんな緩いんだね、緩いっす、そこはいいね、いいオーナーだね、縛っちゃうと嫌になりますもん ね、 ね、うん、一応意見を聞いてって形ですね、うんうんうん、あのスタッフさんからすればいいオーナーさんですよね、うん、緩いって本当ですか、うん、ね、なんか厳しいとね、うん、やっぱりついてくのがね大変になっちゃうけどね、それがないってことはね、いいよね、うん、じゃあのスタッフさん募集してるんで、うん、何名ぐらい募集、ね、あ、全然たくさん来てくれれば、来ただけ、嘘ですだよねどうやって給料払うんだろうって僕も今一瞬考えちゃいましたあれと思って、普通は2人ぐらいは2人ぐらい、うん、欲しいですね、あの募集してるんでね、うん、あの条件は細かい、うん、まあね一番大事になるね、うん、お給料の、あ、そうですね、詳細はね、はい、来てくれて来た時にね、お話しするなりしてね、はい、うん、ですね、うん、いくらがいいって言えば合わせますんで、すげえな、嘘です嘘です、能力に合わせてあ、そうだよ ね、 ね、経験とね、そうですね、うんうんうん、はい、技術職なんで、ね、そうだよね、うん、手に職だもんね、はい、うん、
ではスタッフ募集してますので、あの応募方法は直接店に問い合わせでいいのかな。ね、電話してください。あの、はい、グリムヘアさんね、ここグリムヘアで検索すると、うん、あの出てくるのでね、うん、そちらの方にね、うん、あの応募の方をお願いします。うん、はい、で5周年なんだよね。そうです。今年5周年になるんで。うん。そうなんです。ね。ね。そう、どうだった、うん、この5年間。5年間は本当、うん、やっぱ人がいなきゃ成り立たない仕事なんで、うんうんうん、お客さんもそうですけど、うん、スタッフとか友達とかに、うん、みんなに支えられたんでやってこれたなとは思うんで、そうだね、そうですね、これからもこれ感謝だね、これから感謝で、うんうん、恩返ししていければなっていうのはありますね。ね、はい、じゃあたくさん恩返しして、うん、お菓子が増えてるかな、うん、次行った時にね、本当ですね。ね、で今日ねちょっとね、持ってきてくれたのがあるんだけど、うん、これな、私ちょっとこれやってみたいなと思ったんだけど、あ、そう、これカットとヘッドスパ、うん、ヘッドスパね、うん、気持ちよさそうだよね、うん、今月のキャンペーンで、あ、そうなんだ、今月のキャンペーンなんだ、うん、はい、じゃあお値段お安くなってるってこと？そうです、だいぶ安くなって、あ、そうなんだ、初めにマイクロスコープで頭皮の、見せてくれるんだ、環境をお客さんと一緒に見て、うんうん、その状態であったトリートメントを一緒に相談しながら決めてやっていくって形ですね、うんうんうん、あんま見ることないですもんね、ないないない、マイクロスコープでない、見たことない、ね、意外と汚れが皆さん、あ、これね、はい、マイクロスコープで見たって、ね、ここにある、これはもう毛髪の、あ、髪の毛の方ね、うん、髪の毛の頭皮を見てくれて選んでくれるってこと ね、 ね、うん、毛先の方も、やっぱ地肌の方から、ね、髪の毛って生えてくるから、うんうん、そこを健康にして置けばいい毛が生えてくると思うので、うん、ね、これそうヘッドスパちょっとやってみたいな、うん、こんなメニューでやってま す、 す、ね、はい、毎月毎月なんかキャンペーンメニューがあるんだよね、 あります、うんうん、で私はあれでいつもチェックするんだけど、なんだっけ、ビューティー、ホットペッパーかな、あ、そう、ホットペッパーのね、うん、あれでチェックして、うん、今月のあのキャンペーンかなとか、うんうんうん、あと LINE で ね、 あ、 そうですね、あのキャンペーンが詳しく載ってるんで、うん、それで見たりして、うん、そう、あの、うん、ホットペッパーの予約楽だね、本当ですか、すっごい楽、あの何時でも思い立った時にね予約入れられるし、うんうん、あ、この日ダメなんで、そうそうそう、うんうん、ね、逆にほらバンバンキャンセルもできるだけね、そうなんですよね、そう、あれ入ってたはずがみたいな、びっくりしますよね、あれっていうのありますからね、そうそう、ね、あれはね、でもそう、お客様の立場からすれば、うん、あのネットでね予約できるのはね、うん、すごいありがたい。ね、昔はね営業時間中にいちいち電話してね、うんうん、お伺いして予約入れなきゃいけなかったんだけどね、うん、そう、やっぱ電話予約減りましたもんね、うん、やっぱあれでサクサク入れられるのはね、うん、すごく本当ですね、そう、ありがたいですね、はい、うん、でもうそろそろ時間なんですが、なんかさっき、うん、脱毛がどうのこうのってのも言ってたよね、脱毛、そう、脱毛、脱毛はまた今度にしましょう、あ、そうだ ね、 ですね、取っておきます、取っておきましょうか、あのなんか、うん、結構いい脱毛器を、うん、脱毛器、自宅でできる、ね、脱毛器いいよね、自宅で、うん、僕今ヒゲで試してるんですけど、上薄いもんね、ちょっと今日化粧してるんであれですけど、ここそうだね、ちょっとお化粧してて、うん、私そうそうイザムに見えちゃったんだけどさ、うん、ね、うん、はい、そんなわけで、うん、グリムヘア皆さんよろしくお願いします。お菓子が食べたくなっても行ってもいいかもしれない、うん、そのぐらいおやつが出るんで、はい、ではそろそろお時間なので、じゃあまたね、はい、あの、ま、脱毛の方のお話はね、はい、次回ってことでね、はい、お願いします。では次の番組は、うん、丸散歩、うん、ね、あのこれですね、これを書いてくれる、うん、素人のくせに割りだぞはい、大道芸人のパフォーマーなおさんでいいのかな、今日ゲストさん、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はね、グリムヘアの石塚さん、チャムさんでした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、